今日から大型連休に入り、新潟駅には行楽地やふるさとで過ごす人の姿が多く見られました。今日始まった大型連休、新潟駅には大きな旅行カバンを持った家族連れなどが行き交っていました。県は昨日、まん延防止等重点措置の解除後を維持してきた警戒状態を解除、平時に戻すことを決めていて、県内は3年ぶりに行動制限のない大型連休を迎えています。3回目の接種も終えてますので、基本的な感染症対策は十分した上で、手洗いとか、それから消毒とか気をつけた上で行っていきたいと思っています。心配ではあったんですけど、今ちょうどマンボウとかも落ち着いているので、今ちょっとこのタイミングで来ようかなと、おじいちゃんおばあちゃんと楽しく過ごせたらいいなと、JR 東日本によりますと、今日午前の乗車率は上越新幹線の下りで最大 90%、 北陸新幹線の下りで最大 140% となっていて、下りは今日と来月3日に混雑のピークを迎えると予想されています。